振って後に紹介した方がいい。あと後ほど登場いただきますみたいな、さらっと。じゃあ初めに一回ご紹介して。こんにちは、ここ台風ですね、引き続き始まりましたひよこの部屋です。今日ですね、急遽パーソナリティの勝田さんが体調不良のためにピンチヒッターで私ひよこの方で担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。アシスタントはひよこさんです。よろしくお願いします。はい、今日はゲストに株式会社ドリオライシ代表取締役ガチャ吉彦さんをお迎えしています。後ほどたっぷり詳しくご紹介したいと思いますのでお楽しみにしてください。台風ですね、ひよこさん。はい、はい、先ほど1時35分の沖縄気象台発表では大型で強い台風9号がもう接近、強くなるのは今日の夕方頃だということで、明日の明け方にかけてが非常に強くなるようですので、皆さんまだ雨がねそんなに降っても今が台風前の準備にすごく適してますので、お車の運転手の皆さんもお気をつけください。はい、この台風被害は本当にちっちゃくちっちゃくで、大きな恵みの雨をもたらしてくれたらいいなと思っています。はい、それでは今日ゲストにお迎えいたしました。もう一度ご紹介しますね。株式会社ガリュー大使代表取締役代表ガチャ吉彦さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で早速なんですけれども、はい、今日時間たっぷりガチャさんの魅力をお伝えしたいと思ってるんですが、よろしくお願いします。はい、ガリューライシさん、株式会社ガリューライシさんは、環境事業、建設事業、そして昨年2014年に小事業を設立されて、はい、主なお仕事のメインは循環ろ過装置設計、施工、維持処理、コーティングの方を、そうですね、はい、されていらっしゃるんですよね。メインではその循環ろ過装置っていうと、はい、どういったものなのかと思うかもしれませんが、はい、学校にあるプールとか公共やホテルとかのお風呂であったりする中で、このプールの学校でいうと水を循環させるためのろ過していく、はい、装置、ろ過装置ですね、それの販売をしたり、設計したり、メンテナンスをしているのがメインの仕事です。ということで、ちょっと忙しいすぐに、ちょっと今、一息ついたところでしょうかね。そうですね。で、今、台風が接近しているということで、はいはい、その後がまた、不具合が出たりとか、そういったもので、バタバタする。ことになると思うんですが、じゃあ今日は貴重なお時間ですね。ほっこりちょっとお時間が空いたの来ていただいてありがとうございました。でも今日本当にたくさんお話ししていただきたいのはこの小事部、はい、昨年度作られた新しくね、その小事部がヒーリングパワーストーン製作、はい、ね、販売と手もみほぐしの方も取り入れたということなんですけれども、うん、このヒーリングパワーストーンを取り入れたきっかけというかいきさつをお話聞いてもいいですか。はい、ヒーリングストーン、パワーストーンとか、有名ですよね。
ブレスで、やったりするんですが、お守りみたいな、ね、そうですね、まさにその通りお守りなんですよね。私も最初は興味なかったんですけども、私の妹の方が、そのパワーストーンのブレスを作るって販売っていう風な形でやってて、でそれでまあ自分も作って、で知り合いにプレゼントしたりとか、そういったものがきっかけだったんですけども、それを作ってあげることによって、なんか自分このパワーストーンを、もらって、なんか少し変わってきたっていう風なことをいろいろ聞いてですね、で私自身もそのままに感じてなかったんですけども、で作って、仕事の方もですね、順調に、行っている中でも、仕事をしながらなんでパワーストーンめんどくさいやと、邪魔だということで外したりするんですよ。でそうするとトラブルが起きたりとか、そういったものが結構あったりしたんで、あれこれってパワーストーンって本当にあるのかなっていうような形で、いうことで、いろいろ悩んだ中で、やっぱそれ何かあるなって感じたもんですから、会社の方で、いや本格的に、作ってやってみようかっていうことで、ヒーリングストーン我流ということで、国際通り、平和通りですね、の方で、店舗を構えて今やってるんですよね。じゃあその力をご自身で実感されて、そうです、そうです、それを広め、ね、皆さんに広く紹介したいということなんですよね。今おっしゃっていたその特別なね、またオリジナルのブレスにこだわっているということを聞きましたが、ブレスヒーリングストーンはあちこちで売ってるわけですよ。ですから同じものをやっぱ販売したってしょうがないなっていうのがあって、私たちヒーリングストーン我流では、もう我流ならでは の、オリジナルブレスを2つ、大きく分けて2つなんですけども、ターゲットを絞って、作ってるんですが、その中の一つというのが両方をに使えるんですけども、天寿という石ですね、チベットのからの図柄を、焼き付けて作ってるものなんですけども、それの専門店っていうふうな形で、今運営してます。今日ガチャさんすごくゴージャスでしっかりした、これがその天寿っていう玉も一緒に入ったんですよ、よかったらこう動画で皆さん、お車か何かラジオを聞いてる方はお見せできないんですけど、動画の方でもご覧いただけますので、カリューさんが持ってるちょっと細長いタイプの、そうですね、ものですよね、なかなかしっかりした、これが天寿、こっちも天寿なんですけどね、本当図柄がそれぞれ一個一個違いますね、これ観音様が入ってるんですけどもね、観音様が入ってて、で、このなんていうのか、何色っていうんですか、これ俺、なんかま、なんでしょう、琥珀色だね、琥珀色が4つあるんですけども、この4つっていうのが意味があって、風水でいう、東西南北の守り神を入れてるわけです。なぜそれを入れてるかっていうのがポイントなんですよね。要するにそれっていうのは結界、結界ってご存知ですか、結界を張る、要するに結界を張ることによって、自分に悪影響のあるものは、取り入れない、弾く、自分を守るバリアみたいなのを作るって言ってるんですよね、要するにバリアもそうですけど、このフィルターの役目をしてるんですよ。いらないものは入ってこない、だけど必要なものは通してくれる、っていう風な形で結界を張るっていう風なことでやってまして、働き者ですね。そうです、そうです。でここに銀色、ちょっとピンクゴールド、本当ですね、でゴールドの2つ、一つ一つ、このちっちゃなやつなんですけども、これがですね、隕石なんですよ。
隕石、はい、これはじゃあ地球外物質なんですか。すごい。これはあの経営する、うん、人たちに、はい、経営者にもっともっとあのいい方向に、うん、持っていけるような、うん、あ願いというかそういったものがあってですね、目標達成するということで、この部分なんですけどね、はい、これが、うん、あのちょっと図柄何十字のクロス、クロスの、うん、クロスと、うん、ハートの上にクロスがあるように見えるんですけど、見えますよね、はい、これですね、ツボなんですよ。チベットで方便って言うんですけど、要するに方便はあの何をするかというと、はい、これにお金を入れて貯める、稼いだものを方便で貯める。さすが代表取締役そういった意味で、うん、あの 作っているんですけど、ね、一つ一つの細かく意味があるんですね。意味があります。うん、これが、うん、あのあれなんですよ、人気があって、あと一つあるんですけども、はい、同じようにちょっと金色のこの図柄のやつが結界なんですけどね、うん、同じ結界なんですよ、うん、一つは盆地ね、はい、チベットの盆地で、はい、これは真珠といって、うん、あるんですけど、はい、青龍、白虎、朱雀、あとは 何言ってたっけ、玄武、うん、というふうな形で結界を張ってるんですけどね、でその中で、このブレスのことをあの私たち我流では、うん、あの商品名をぬぶし玉ってつけてるんですね。ぬぶし玉、うん、これは、うん、で、その結界のブレスを入れながら、はい、7色、うん、7つの、色を基本として、はい、あの入れてるんですけども、その7つっていうのが何なのかっていうと、うん、沖縄でいうマブヤですよね、はい、魂、はい、マブヤは7つあるということで、これをもっと分かりやすく言えばチャクラってご存知ですか。あ、色のそうポイントで色の、うん、これが7つなんですよね。だから7つっていうのがポイントなんですよ、うん、マブヤも7つ、チャクラも7つというふうに言われてますよね、うんうん、体のその部分で分けるんですよね。大事なところですよね、はい、でその部分の色を、うん、はい、その人に合わせて、はい、で、この人の今例えば一番の色は何なのかということを選んで、はい、この色は自分で選べるんですか。自分でも選ぶんですけども、はい、自分でも選ぶんですけど、うん、番号、はい、順番というのは、うん、まあ、これも順番も自分で選んでいただいてやることもできます、はい、でそれによって私どもは、あ、今何番目にこの色を選んだということは、うん、今は、うん、精神状態がちょっと不安定なのかな、うん、疲れ気味なのかなとかね、優先順位選ぶ色でその人の心の状態が分かるんですね。でそれを、私どもの方でその人に合った色を、うん、その人の気を感じて、順番 を作っていくんですが、今こういう状態じゃないですかって話をして、はい、でその中でも色のやつにもやっぱり、まあ、金額的な問題もあるんで、はい、いい石と安い石と、うん、いうふうな形で、うん、予算に合わせて、作ることができるわけですね。で特に天寿の場合はもう一生もの、うん、で割れたり傷が入ったりっていうかそういったものがない限り、うん、ずっと使えるんですよ。でその中で、うん、他の丸い石ですよね、はい、そういったものに関しては、うん、やっぱ劣化する、うん、何かの影響を吸収して、うん、劣化していったり、うん、割れたりとか、はい、代わりにね、うん、身代わりになってくる、身代わりになってくるってよく言いますね。そうです、はい、うん、そういうふうになってくるんで、はい、これはもうちょっと変えた方がいいですよというような形で、例えば3ヶ月ピッチとか半年に1回とか、うん、そういった形でメンテナンスを、うん、いいですね、こういうふうに来てくださいということで、うん、最初は金額かかるんですけど、うん、メンテナンスにはそんなにかからないですよね、うん、1、2個変えたりとかそういうふうなことで、うん、ずっと使えるわけですから、うん、それを
メインで販売 しながらアドバイスをしながら、うん、1人のお客さんに30分以上かかるんですよ。あ、作る、うん、結局世界に一つだけのということですよね。そうです、そうです、おっしゃってたその、うん、あの心の状態をこの方も入れるし、うん、あと何かあの生命派の数字のそうですも入れるっていうふうにお聞きしたんですけど、うん、はいはい、で今伸びし玉っていうのが今言ったマブヤ、うん、魂を浄化させる、はい、ブレス、はい、であと生命判断から持っていくこのブレスっていうのが、うん、あの生命判断イコール統計学にはなるんですが、そうですね、うんうん、その中で、画数、はい、名前の画数がありますよね、はい、その画数で、うん、あの運命が決められてくるという部分があるんですが、それを数霊って呼んでるんですけど、うん、でその中で、名前の画数でいい画数、うん、悪い画数、うん、というふうな形でもちろん出てくると思うんですよね、出てくるんですね、はい、でその中でいい画数を持ってる方たちには、うん、それをもっともっと伸ばしていけるように、うん、なんですか、例えば仕事運に、うん、がすごいいい方、うん、で家庭運もいい、うん、全ていいものを持ってる、うん、人たちには、うん、それ以上にもっともっと持続できるように、うん、効率を良くできるような形で意思を選んで作ってあげたり、うん、その逆、うん、もう悪い、うん、ね、足りないとかね、少し、うん、悪いって言ったらあれですけど、うん、そういった方には、うん、それを補うために、うん、それのパワーの強い意思を選んであげて、はい、うん、やってあげる、要するにお守りみたいなもんですよね。なんか強いところはまだより一層磨かれるように、そうです、で少し足りなかったら弱かったりするとか補強するような形 で、 そうです、石がそれにエネルギーを与えてくれる、ね、イメージですかね。ですから、うん、まあ、私たちのこのヒーリングストーンガリューでは、はい、このヌブシ玉とこの生命判断による、まあ、ブレス、フォーチュンブレスって言ってるんですけども、はい、この2つを持ってれば、はい、すごいお守りアイテムになってくれると、うん、いうことでどんどん進めていって、あのほとんど作りに来るのがヌブシ玉のブレスですね、ほとんど作っていますし、はい、あのうちの店舗も平和通りの中にあるんですけども、年配の方とか多いんですよ、牧師公設市場の医療部、年配の方が多いんですけど、はい、そこの方ほとんどの方が作っていただいて、うん、人生のベテランの、そうです、はい、でそういった方からも好評いただいて、これ作ってから体調も良くなってきたし、なんか仕事もいい方向に行ってるねっていうことで言ってくれてるのが、あの励みになって嬉しいですよね、うん、そういう感想だったりね、そうですね、意見がね、そういった形で作ってやってるんですけれども、まあ、先ほどの言ったあの生命判断の中で画数で、うん、はい、持ってはいけない画数っていうのが本当あるんですね、うんうん、6大共数という数字があるんですよ。数字にちょっと、うん、怖いものがあるんですか。そうです、そうです、はい、その数字がある、聞いていいんですよこの話を、うん、その数字があると、はい、例えばもらい事故が結構あったり、避けたいですね、自分で起こす事故があったり、まあ、病気になりやすいとか、はい、あのそういった統計学上でなんでですね、うんうんうん、必ずそうじゃなるということじゃないですよ、うん、はい、そういった数字があの6台 6個の数字が入っている方がおられるんですよ、でそういった方はにはおすすめしているのが、そういうふうに例えば事故に遭わないように魔よけの強い意志を、うん、入れてあげるとかね、そういうふうな形で作ってます、だから生命判断を私も勉強して、思ったのが、あの例えばお子さんね、子供ができた場合、はい、子供にはいろんな本を見て、うん、いい画数、
いい数字をつければ、そうです、たくさんありますね、うん、そういった関連の本がね。でそれをつけたがために、うんうん、逆の方向に行くとかあるんですよ。じゃあ生命破綻っていうのはいろんな、そうです、あの種類があるんですか。そうですね、うん、特にあの男の子にはいい、うん、あの画数、うん、で持っていきながらそのバランスっていうのがあるわけですよね。で女の子にもいい画数でや、うんね、あのつけたがために、例えば、うん、結婚しても、うん、男の子がなかなか生まれないとか、あ、それっていうのがあって、うん、これ何気なくこの本を見ながら、でもこの名前にしたいとか、この漢字にしたいとか、うん、そういうふうにするじゃないですか、うん、それっていうのも因果応報、先祖 の、うん、のものを先祖からのなんていうかな、うん、受け継ぎっていうかね、うん、先祖にもこういった人がいたんだろうねっていうのが出てくるんですよ。これを見て私びっくりして、はい、やっぱ生命判断の統計学かもしれないんだけど、うん、そういったものがあるんだなと。あ、何かその繰り返しがあるんですか。そうですね、ですからその中で名前の中で、うん、例えば長男の画数を持ってる女性の方がいるんですよね、うん、はい、その人は必ず長男の人と結婚するんですよ。あ、そうなんですね、うんうん、まさに今回のパーソナリティの、ね、はい、リョウコさんも長男の画数を持ってるんで、はい、そうなんですか。そうですね、私良妻賢母のリョウコなので持ってるんで、これも運命です。あ、そうなんですね、面白いですね、うん、そういった形があって、うん、でそれをうまくいい方向に持っていけるような形でのお守りっていうふうな、ね、うん、もので持っていただければいいなというのと、うん、一番ですね、うん、この思い、意思も、うん、意思にもパワーがありますよね、はい、ですけどその思いが宿りやすいのがやっぱり意思だと言われてるんですね、うんうん、実際それも納得できる部分もあるんですが、うん、石碑とかそういったのでも全部意思にやりますよね、うん、はい、エヴァの石字でも意思に、木にやらないですよね、はい、お墓のあれでも石にやったりするんで、うん、はい、やっぱり石には宿りやすいんだなっていうのは、うん、実感できるんですが、うん、でその中でこのぬぶし玉、うん、っていうのも奥が深くてですね、うん、生命を浄化させる、うん、自分の生命を浄化させる、うん、イコール原点に戻してあげるっていう意味があるぬぶし玉なんですが、うん、これっていうのがぬぶし玉イコールこの、うん、竜宮城、乙女神様、うん、まあ、たちがいる竜宮、はい、うん、竜宮で、そこで、竜宮城の中で生命を、うん、何ですかね、浄化させる、うん、リラックスさせる、うんうん、癒す、うん、という意味なんですよね、うん、その竜宮っていうのがどこなのか、うん、どこだと思いますか。私今日なんかご縁があるなと思ったのは、今日 FM 二来ですよね。す、沖縄でいう二来家内のお話を今してらっしゃるんだなと思って、二、うん、来家内は、うん、海の果ての果ての果てにですよね、うん、実際そうなんですけども、うん、その、 海の果ての果て、はい、ね、ずっと果てなのかもしれないんですけど、うん、それっていうのが、うん、女性、はい、女性の子宮の中なんですよ。うん、果ての果てがまた原点に戻ってくるんですね。命の生まれる場所、そこで命を宿しますよね、だからそこが原点なんですよ。だから沖縄のお墓もね、そういった亀甲の、ね、形が言いますね、うん、要するに亡くなったら子宮の方にも戻してあげると、このぬぶし玉っていうのも、その原点でに戻してあげると、戻して浄化してあげるという意味があるんです。だから結構奥が深いんですよ。あ、私ね、今ガチャさんのお話をお聞きしてて、はい、すごく今思い浮かんだのが、元気っ
ていう漢字、あれ、はい、元の木に戻すっていう書きますよね。そうです。きっとその、その人なりに持ってる木に原点に戻してくれる、きっとすごく素晴らしいツールになるんですね。そうですね。この脳死玉だったりね、うんうん、だからやっぱり最初そういった話をしてもですね、あ、そうなのっていうふうな形で作っていただいたのが、うん、やっぱこれ良かったよという口コミで、うん、やっぱ作りに来てくる、うん、くれる方が多くなってきてますね、うん、いいですね。なんか自分のオリジナルな、まあ、いろいろ印鑑だとかなんとかっていう陶芸学上のツールはあるんですけど、うん、すごくその時々で選ぶそのタイミングによってもきっとその人に必要なものっていうことではすごくオリジナル性高いですよね。そうですね、うん、ですからこの、特にヌブシ玉ね、はい、このヌブシ玉に関しては左手にもうつけるというのは決まってるんですね、はい、うん、で他の人にはもう絶対つけさせない、うん、なんで一人でなんですか。要するに左からパワーが全部入ってくるんですよ。要するに沖縄のこのマブヤを落とした、はい、うん、落としてマブヤを込めるとかいう、はい、この特殊能力のある方たちにやってもらった方、はい、は分かると思うんですけども、うん、7つの、うん、私もやったことあるんですけど、はい、糸で7節、7つ結びを作って、うん、左手に巻いてたんですよ、はい、これを例えば3日間そのまましといてと、でそうするとまぶやが戻ってくると、おで左手から入ってくるんですよ。まぶ、魂が、うん、左手から、うん、入ってくると言われてますね。うん、だから左手にずっとはめてていただくと、うん、決して右手にはやらない、うん、ですよね。左手って結構右のね、うん、の右脳とつながってるっていうのできっとその辺の潜在意識の部分で何かしら刺激されるんでしょうかね、うん、守ってくれたり、うん、だからよくそういった話をしながら、うん、この7つマブヤも7つあるよと、この7つっていうのはいろんな意味が あって、要するに7という数字を、うん、7個とか、はい、いろんなもので使われるじゃないですか、うん、例えば極端に言うとドラゴンボールでも7つの玉でしょ。本当だ。7つ集めたら願いが叶うとか。あ、なんで7なのっていうことなんですよ。じゃあドラゴンボールの作者はチベットまで行ったんですかね、うん、かもしれないですねで昔、うん、映画でもあった里見八犬伝ってあるんですが、はいはい、あれも7つの玉なんですよ。あ、そうですね、うん、だからこの7つっていうのが7というのがすごい何か未知の世界でもあるし、うんうん、例えば外国のこの神殿の柱とかも七角形の柱とかね、うん、うん、まあうん、難しいんですけど、うんうん、すごい神秘的な数字なんじゃないかなと思っているんですが、うん、それがこの真っ赤玉に全部凝縮されているんですよね。そうです、うん、うん、前ちらっとお聞きしたんですけど、そのお店に、はい、先ほど人生のベテランの先輩方がよく買いに来て、うん、はい、そうです、 すごくいい感想がたくさん出てるっていう話も、うん、毎日ちょっとお茶飲む感覚でその買いに来るお客さんもいらっしゃるんだなんてことを聞くこと、ね、そういうふうな使い方をされている方もいらっしゃるんですよね、うん、ですからその私どものこの店の特徴として、うん、まあ、他でもそうだと思うんですが、うんうん、時間があったらできるだけ店に寄ってねって話してるんですよ、うん、買う買わない別として、うんうん、意思の状態を見させてっていうことで、ちょっと通ったから休みだから来たよっていうような感覚で来ていただいて、うん、で、なぜそれを私たちスタッフも含めて話するかというと、うん、それ以外の石を私たちお店には展示してるわけですよ。あ、来ることによって他の石のパワーももらって浄化できる、うん、で、例えば、来ていただくだけでやっぱ浄化できるわけですよ。
浄化するそのお香であったりとか、うんうん、石を浄化するための、はい、青磁ってあるんですけどね、青磁の、ね、うん、葉っぱね、はい、それを燃やすことによって浄化できますし、そういったものもありますし、うん、でお願いされたら、はい、まあ、知ってる人が少ないんですけど、シンキングボールってあるんですよ、この、ね、チベットでもあるんですけど、よくお寺にあるこのカーンっていう鐘、はいはい、みたいなやつがあって、はい、それにこのブレスを入れて音を鳴らして回すんですよ、うん、そしたらガーって音が鳴るんですけどね、わかります、うん、体験したことあります、うん、それをやったりとか、チューナーっていうのがよくあるんですけど、ピアノとか調節するなんか U 字型のあれで音、すごい高音の音ですよね。そうそうそう、はい、あれをカーンって鳴らして、やることによって音で、うん、音の周波数ですよね、うん、それでバランス、うん、体のバランス、意識のバランスと、そういったものをチューニングしてあげる、うん、バランス整えてくれるんですね。そうです、定期的にね、うん、ね、お店を訪問したりすることによって ね、それはとっても嬉しいですよね、うん、一緒に一人自分たって一つだけの一生、そういうふうにね、うん、よくケアしていただける場所があるっていうのは嬉しいですよね。ですからお客さんの中でも近くに来たから浄化してって、うん、軽い気持ちでその間ちょっと買い物してくるからとか、うんうん、そういったことも結構あるんですよ、うん、私はそれがね一番理想的な、うん、お店のスタイル、うん、私のですね、うん、理想的なスタイルだなということで、うん、いろんな方が来てくれる、はい、ことによって、うん、販売にもつながるのは間違いないんですが、うん、それ以外に、うん、もうやっぱり人と人とのコミュニケーション、うん、そうですよね、浄化してくれるのは石だけなんですか、ね、うちの奥さんとかも浄化してます、ね、石だけじゃないですよ、みんなですよ、人間の魂すべて浄化してくれる、うん、ぜひ、うん、ですから、うん、その中で特にこのスーパーディレクターさんにもぜひとも必要な意思があるんであ、ひよこに絶対必要な、絶対必要な、うん、奥さんがおとなしくなるこうブレスレットみたいな、いやいや、それは旦那さん次第だと思いますけどね、うん、うん、何でも奥さんのせいに従るっていう、そのね、それを封印する石っていうのもありましたね。やっぱり、ね、うん、人とのつながりを大事するっていうこのガチャさんの姿勢すごく伝わってきますね。家庭でもそうですけども、はい、奥さんの方が元気、はい、パワフルじゃないと、うん、家庭もうまくいかないし、うん、仕事もうまくいかないんじゃないかなっていうのは私は感じてる部分があるんですけども、うん、やっぱり家庭を持って、うん、で子どもの育てていく上でも、うん、やっぱりお母さんの力っていうのはすごいものであって、うん、でさ、要するに生命の源ですからね、うんうん、すごいんですよ、すごいですよ、母なる大地に、そうです、女性はすごいんです、うん、女性はすごいと思いますだからもっともっとね、女性を大事にするっていうわけじゃないんですけども、女性の力、うん、それをもっともっと発揮できれば、うん、いいんじゃないのかなっていうのも思いますし、うん、でそれに負けず劣らず、うん、男性のね、頑張ればいいだけの話であってね、スーパーディレクター、ディレクターさんね紙に書いててください、うん、スーパー AD でいいですかはい、この今パワーストーンの話を中心に、はい、お聞きしてたんですけど、先ほどキーワードになってるこのガチャさんのおっしゃる人と人とのつながりで、はい、女性が元気になるっていうプラス、その家庭の子どもたちのさっきお話も出たんですけど、うん、実はガチャさんもう一つ活躍されてるお顔があるので、また後ほどそのお話もたっぷり聞かせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、では、株式会社ガリューライシ代表取締役ガジャシヒコさんをゲストに迎えしておりますが、ここで、昨年に設立された、小児部のヒーリングパワーストーンの話をたっぷりお聞きしたところなんですけれども、ガタさんのもう一つの顔というのをまたご紹介したいと思います。ガタさん、キーワードは旗頭ですか？そうですね、那覇市なんではい、先ほどお聞きしました、那覇市野草科中学校区青少年健全育成協議会青年部の旗頭チーム代表という顔も持ってらっしゃるんですよね。そうですね、はい、長いで、それね、すごくキャリアも始めてもう10年経ちしました。10年、はいはい、きっかけはどういったきっかけで始められたんですか？そうですね、ちょうど本当に10年前なんですけども、うん、那覇市の教育の日っていうのがあって、はい、でその一環で、行き場のない子たちに、うん、部活以外の、うんはい、行き場を作ってあげようということで、うん、旗頭しようと、うん、行き場のない子どもたちっていうのは不登校も含めてなんですけども、うん、要するに部活をやるにしても、うんうん、自分には運動神経があんまりないからとかいう子たちだって言いますよね、うん、だから部活やらないんだ、要するに帰宅部、ねうん、たちが、うんうん、少しでもそういった、何かに携われる、うん、携わることができるように、うん何かないかということで那覇市なんで旗頭っていう風な形になったんですけども、エネルギーあふれる青少年たちのこのエネルギーの使う場所として、うん、そうです、うん、でその中で、まあ、10年やってきた中で、うんはい、もう最初は取り組みが大変だったんですよ、うん、人数集めるのも大変でしたし、はい、でその中で、まあ、自分の子どもたちが始めたのがきっかけで、うん手伝うような形になったんですが、うんはい、それをやってるうちに気づかされることっていうのがいっぱいあるんですよね、うんっていうのが、例えば部活だと身体能力の差、はい、で、試合には出れない、うん、練習は出るんだけど、試合には出れないし、ましてはベンチにも入れないとかいう子たちって結構いるんですよね。でそれが例えばここは沖縄市なんで、うん、沖縄市といえばもうエーサーね有名じゃないですか。でその中でエーサーもこれも個人差があって覚えるのの早い子、うん、遅い子っているじゃないですか、うん、ですけど旗頭に関しては一人で持てるようになる、うん、ならない関係なしに、うん、練習すれば、うん、一人一人持たせてくれるんですよ、はい、でもちろんサポートは入るんですけども、はい、でもその中心で持つことができますよね、うん、だから身体能力っていうのはもちろんあるんですが、うん、それ関係なく主役になれるっていうのがあるということで、うん、だから自分は旗頭やっててよかったんだっていう子たちがね、うんはい、いて、うん、で高校卒業して、バイトとかやり始めますよね、やったり部活入ったりとか、うん、でもなんかしっくりこないということでやっぱ旗頭もやりたいということで、私のところに卒業したんですけど、うん、やってもいいですかという話があって、うん、じゃあみんなが本当にそういうふうにやる気があるんだったら、うん、旗頭をやりながら、うん、指導者を育成していこうというふうな形で、うん、この、野草科高区の、うん青少年育成、ね、協議会なんですけども、うん、青少協というんですけどね、うん、の青年部を立ち上げようというふうな形で、うん始めたんですよ、うん、で10年になるんですけども青少協のこの旗頭っていうふうな形で立ち上げて進めていくのは大体4年ですね、もう、うん、今年で4年目になるんですよ。なんかすごくこれまでやってきた中で、うん、心に残ったイベントだったりエピソードがありますか？もう仕事終わってからほぼボランティアですよね。この活動が、うん、もう本当にそれを10年続けるこのやっぱエネルギーなっていうのどこから、和田さん？
やっぱりね、あの子どもたちが、うん、あの練習したいっていうふうに、うん、やっぱ言ってくるんですよ。あ、うん、だからその中で、うん、部活やってる子たちもいるんですよ、うん、だけど旗頭もやりたいというふうになってきたっていうのは、はい、ただあの旗頭だけ、はい、でやっぱ那覇市でも旗頭っていうと女性は本当はモテないとかね、うん、そういった細かな、ね、伝統っていうのはあるんですが、うん、これはあくまでも中学校で、うん、やってるんで、その古い伝統を受け継ぎながら新しく、うん、また創作旗頭っていう風な形で進めていってもいいんじゃないかっていうことで、うん、まあ女子生徒も含めてやってるんですけども、うん、この旗頭なんですけども30キロ40キロあるんですよ。そうですよね、うん、かなり重たいですよ ね、 そうですね。だからそれを自分は持てないからできないとか、うん、そういうふうな子たちが多いんですよね、うんうん、そんな関係ないよっていう形でやりながら、うん、やってきてて、でそれも含めて、創作旗頭なんで、うん、どうにかして人数増やすことができないのかっていうような形で、うん、取り組んだのがこの踊り創作ダンス、うん、もうやった後に、うん、旗頭をやる、うん、で姉妹ですね、その3つをコラボして、はい、やるというふうな形で進めていった、うん、形がもうすごいことになってしまって人数が多くなったわけですよ、うんうん、沖縄文化のエンターテインメントですよね。そうですね、うん、ぎっしり詰まった。ですからその中で私が子どもたちに教えているのは、うん、そういった形で旗頭、この創作の踊り獅子もそうなんですけども、はい、演舞をする、ええ、演舞をするということは見る方がいる、はい、で見る方がいるということは私たちは見せる側、うん、見せる側なんでやっぱり中途半端なことはできないよねってことを話するわけですよね、うん、演舞に関して中途半端な練習をするだけで見せるということだと、うん、そんなにね、もう学校だけで見せるのはいいんじゃないかとか、うん、で地域でちょこっと見せればいいんじゃないかとか、うん、そういうふうなことになってしまうんですが、はい、でも私たちはいろんなイベント新都心近いんで、うん、はい、でそのお祭りに出てくれないかとか、はい、そういった形で出るんですが、はい、やっぱり人に見せるっていうことは、うん、しっかり、練習をして、うん、で見せる演技をしないといけない、うん、もうまさにもうエンターテイメント、はい、エンターテイナーっていうような形で話をしてて、それっていうのはこの演舞だけじゃないよ、うん、学校生活、うん、私生活に関しても、うん、やっぱりちゃんとルールを守りながらやっていかないと、うん、ダメだよっていうことをつなげて、うん、教えていってるんですよ。すごい地域の見守り隊が発展していって、うん、ね、この演舞にまでね、うん、そうですね、素晴らしいですね。だから私たちの場合、はい、卒業生高校生たちが主体となって中学生に教えますよね、うん、で今度は中学生が今度小学生に教えるんですよ。おで八曽我国にはアジャ小学校、うん、アケボノ小学校、うん、メカル小学校、最近できたアベク小学校ってあるんですが、うん、そこに行って、中学生が小学生に教える、うん、教える側なんだから、うん、教える人たちがね、チャランポランだったら話にならないでしょ、うん、っていうことで自覚させる、うん、教えるとなるとやっぱり責任感が出てくるからね。そうです、そうなんですよ、うん、素晴らしい、いい循環ですね。そうですね、うん、いいローテーションが回って、うん、そういった形でまた年齢層も近いから、うん、そうですね、うん、だから卒業、例えば小学校卒業したら中学校行ってもやろうねっていうことで、うん、で入ってくる子たちが多くなってくるわけですよ、うん、でその中でそういった旗頭だけじゃなくて本当にトータル的なエンターテインメントっていうような形でできてるんで、はい、うん、男女問わず、うん、入ってくる子たちが多くなってきてるんですよ。私もこの踊りやりたいとか、最初は踊りから始めたんですけども、うん、じゃあ旗も持ってみようかということで持たせて、はい、うん、やる、はい、そのともう
全部、うん、一通りですね、あの練習して、うん、演舞ができるようにしたいと。うん、私もあのその旗頭フェスティバルに、はい、あの見に行った時に、はい、すごくあの子どもたちいろんな旗頭があって、特に安岡中学校のこの旗頭、鳳凰の羽、そうですね、とすごくデザインのね、ひらひらすごく綺麗な、うん、これで少し持たせてもらったことがすごい重たいですよね、はい、私あれ持った時にすごい重たいものをこうやって先ほどおっしゃった一人一人が主人公になる場面を作らせて、うん、で必ずサポートするメンバーがいて、うん、あ、これは一つのこの子どもたちが成長していく中の過程を、うん、なんかすごく象徴しているような風景だなと思ってる。そうですよね、うんうん、ですからそういった形で、うん、学校では目立たない子が、うん、その演舞してる時は目立つじゃないですか。そうですね、あなたもこうやってやってたの、うん、っていうふうな形で、はい、言われると、うん、その言われた本人はやっぱ嬉しいわけですよね。そうですよね。でそれでまた成長するわけですよ、うんうん、だからこの去年初めて道ジネというものをやったんですけども、うんうん、あるコンビニの、はい、駐車場で演舞をしたんですが、はい、部活以外にこんな形で活動できてる、うん、団体があるんだと、うん、それも中学生が中心になってやってるということで、うん、なんか捨てたもんじゃないよねっていうふうに言われたのが、うん、ちょっと心に残ってるんですけども、うん、やっぱり中学生だとやんちゃなことをしたりとかする子たちいっぱいいるわけですよ、うん、でそういった中でも、うん、そういうふうな旗頭をやったり、うん、その演舞をしたりするということで、すごいいい感じで、うん、でまた見てても気持ちがいいしとか、うん、 そうですね、そういうふうに言われるんで、なんかやっぱりどんなにやんちゃしててもどっかで認めてほしい、安心できる場所探してますよね、うんうん、そういったものを、まあ、アピールできる場所でもあるし、うん、成長させることのできる場所だとも思ってるんで、うんうん、非常にいい集まりになっています、うん、でそれで今その安岡中学校区のこの青少教青年部の旗頭では、旗、うん、ね、旗頭で創作のダンス、はい、踊りですね、で獅子舞、うん、それと空手、空手も取り入れてるんですよね。空手も取り入れてますね、うん、でそれとこの棒術と、はい、うん、旗振りのね、はい、創作のダンス、うん、それも今回から取り入れていってますし、うん、で、まあ沖縄市のベテランの方たちのようにまではいかないんですけど、エーサーの方もね、うん、練習し始めてます。へー、エーサーは大きい太鼓もちっちゃい太鼓。そうです、そうです、はい、今からこの夏は沖縄エーサーのシーズンですから ね、 すごくお忙しいですね、うん、今やっぱりね、エーサーの太鼓の音とかを聞くとみんなやりたがるんですよね。あ、分かります、チムトンドンしますよ ね、 そうですね、さすが沖縄だなって感じですよね、うん、本当になんか三線の音と太鼓の音っていうのはやっぱりなんか ね、 うん、ね、特に夏はですね、はい、近くじゃあこれからもっとこういうふうにしていこうとか、この旗頭のチームをなんか目標というか、うん、そうですね、あるんでしょうか。私たちこの旗頭のチームもなんですけども、はい、究極なボランティア活動と思ってるんですよ、うんうん、でそういった中で練習して、うん、あちこちのお祭りであったり、うん、何かイベントであったり、うん、そういったものに出演して、はい、その演舞を見れてよかったなって思えるような団体にしていきたいっていうのが、うん、まあ、あるんですが、うん、その道ジュネをしながら、うん、本当は予定外だったんですけども、はい、そのデイケア の、はい、の場所で近くでやってたんで、はい、すいません、うちの近くでちょっとやってもらっていいですかっていう急遽呼ばれて やると、まあ、年配の方がね、はい、
椅子を出して車椅子に乗ってきてとか、はい、周りで見て本当に喜んでくれるんですよ。嬉しいですね。そうですね、うん、やっぱり練習したものをこうやって喜んでもらえるってすごく嬉しい。 それっていうのはなんていうのかな、例えばお金とかね、うん、何かに変えられるもんじゃないですよね。本当に喜んでくれるんですよ。中にはもう本当に涙して喜んで、また今度はいつ来てくれるのとかね言ってくれる方もいたんで、また来年この時期にやりますので、またその時は来ますからってことで話をしたりしてますし、結構皆さんすごくね衣装も着て きちんと準備してね、はい、本当にね中学生高校生サポートしながらやってる姿がすごく印象的ですよ ね、はい、やっぱ見てる人たちもおじいちゃんおばあちゃんデイケアだったら、なんかいろんなこと懐かしく思い出されたり、新しいのをまた発見して楽しむような光景なんですね。そうですね、うんまあ、そういった年齢の、ねうん、子たちが、活動できる場所があるということがまず、はい、いいことでもあるし、はい、でそれに向けて見せるための演技をする厳しさを教えながら、まだ学生なんで、学校生活で守らないといけないことっていうのも、ちゃんと守っていかないと、それが乱れた場合、その団体の活動もできなくなるよと、だから一人一人が集中して、はい、で限られた時間を有効活用して、練習していく、はい、これも勉強も一緒だよって話もしてるんですけどね。すごく貴重な体験を作られてる、素晴らしいですね。大変ですけどでこの見せる場所、この見せる機会っていうのが近く10月にあるんですよ ね、はい、10月の24日の土曜日、はい、パレットくもじ、那覇市くもじにあるパレットくもじ広場で午後1時から5時半の間に、次のこの大きな企画っていうのがあるんですよね。そうですね、はい、でそれでその旗頭と創作踊りとか空手、市もそうなんですけども、できればエーサーまでできたらいいかなっていうような形で、みたいですね、それを時間に分けて3回から4回、はい、休憩を入れながら、はい、やっていこうと思ってますし、はい、今回またコスプレパフォーマーの、ね、そうです、ジョイントもあるっていうふうに聞いてます。そうですね、チーム名が、コスリョクリチカル。そうです、すごく、はい、パフォーマンスをする女の子の2人組。そうですね、2人組で、少年ジャンプの、ね、出てくる漫画 この主人公のコスプレをしたりとか、彼女たちはそれで写真を撮ってアップするというふうな形だけで、やってるんですけども、できたら一緒に、コラボしてやろうよということで、どんなことから新しいのどんどん取り入れるんですね。はい、11月は3日の祝日の日と7日の土曜日、これは決定ですね。県立美術館前広場で、そうですね、はいはい、旗頭、はい、身近ですごく見れるっていうのもまた魅力ですよね。そうですね、離れたところで見るんじゃなくて、本当目の前でね、子どもたちがことわしょいわしょいしているところを感じられるのもすごくいいですよね、ぜひ見に来てください。はい、何回か見てますけど、すごくね、なんか熱のこもった、はい、はい、旗頭の演舞が見れますけど、今日本日ゲストは株式会社我流大師代表取締役ガチャ義彦さんです。今 A さんの話、取り組んでらっしゃる旗頭チームのお話もしていただきましたが、ヒーリングパワーストーン制作の我流さんオリジナルのぬぶしたの話もたっぷり今日聞かせていただきました。今日のお話は何回もネットの方で再生できるホームページにアクセスしたら再生できます。動画の方もご覧いただけますので、先ほどブレスレットをこうやってガチャさんいっぱい見せてくれたので、どんどん皆さん何回も見て確認してください。ガチャさん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます、はい、では来週もこの時間、ひよこの部屋、パーソナリティは
3週目パーソナリティはとっこさんですね。ひよこさんもアシスタントで、はい、はい、来週もじゃあ楽しく、はい、ひよこさんから何か新しい情報ありますか？ないです。新しい台風情報ありますか？ないです。台風動いてないの？はい。はい、でも本当に大きい台風9号あの近づいてるんです。アメリカとかでは、ね、台風に女性の名前をつけて、そうですね、はい、涼子にお気をつけくださいということで。いやいや、涼子さんすごく穏やかな方ですよ。涼風、涼風なので。じゃ ありがとうございました。はい、ありがとうございます。来週もよろしくお願いします。どうもありがとうございます。